それじゃあ私父に連絡しておきます。瞳は大沢健二の携帯に電話をかけ、マリアとカナンが研究所へ入れるように頼んだ。大沢健二に飛びます。ここに大沢健二がどう関わってくるかやな。愛は田中からパスワードを聞いていない。最後の頼みが空振りに終わった。大沢はふうと息を吐き出し、固く目を閉じた。もうどうしようもないのか。大沢の携帯電話が鳴った。液晶画面を見るなり大声を上げそうになった。そこには瞳と表示されていた。瞳か、無事か、無事なんだな。電話に出るなり大沢は叫んだ。うん、私は大丈夫。けど、姉さんが。マリアか？マリアがそこにいるのか？心の底から興奮した。お父さん、詳しい状況を説明している時間がないの。だから要点だけ言うね。姉さんを助けるためなの。落ち着いて聞いて。あまりにも話が見えなかったが、とりあえず黙って聞くことにした。今からカナンという女の人が姉さんを研究所に連れて行きます。彼女がパスワードを解析してくれるから、研究所に入れるようにしておいてって。ちょっと待ってくれ。一体何が起こってるんだ。大沢はたまらず口を挟んだ。姉さんを助けるためにいろんな人が動いてくれているの。だからお父さんには研究所で待機していてほしいの。しかしあの電子ロックは簡単に開く代物では。別の方法も用意してあって、うまくいけばそっちでもパスワードがわかるかもしれない。腑に落ちない点は多かったが、瞳の言葉を信じることにした。それに他にマリアを助ける方法はないのだ。わかった、お前に言う通りにするよ。ただ二つの手段があるというのは分かったが、お前は危険な目に遭わないんだろうな。うん、大丈夫、心配しないで。そうか、それじゃあ今から研究所に向かう。ダメよ、行っちゃダメ。電話を切って家の中に戻ろうとした時、愛が背中にしがみついてきた。今抗ウイルス剤を使ったら何もかも公になる。ウーアウイルスも抗ウイルス剤も極秘にできる話じゃないよ。引き離そうとしたが不可能だった。愛の力が思ったよりも強い。それにマリアから他の人に感染すれば、どうせ全ては世間に知られることになる。隔離すればいいのよ。うまくいけば何もかも隠蔽できるかも。母ちゃん、それは良くない。愛は冷淡に言い放った。君は自分の言ってることが分かっているのか。分かってる。でも私にはこうするしか。愛の体は小刻みに震えていた。そこまで私は君を追い込んでいたのか。大沢は地面に手をついて愛に土下座をした。すまなかった、本当にすまなかった。やめてよそんな真似。謝るぐらいなら研究所に行くのはやめて。黙ったまま額を土にこすりつけた。会社の承認なしに抗ウイルス剤を使えば、あなたは大越製薬には得られなくなるわよ。もうそんなことはどうでもいいんだよ。頭を下げたままぽつりとつぶやいた。どうしたっていうの？あなたはウイルスにしか興味のない人間だったじゃない。愛は大沢の背中を何度も叩いた。確かに私はウイルスにしか興味がない人間だった。他のことは何一つ知らない人間だった。いや、知らなかったんじゃない、知ろうと思わなかった。子供たちや君が何を考えているかも知ろうとしなかった。親として、夫として失格だ。今更そんなことを言うなんてずるいわよ。また激しく愛が背中を叩いた。そうだな、本当に今更かもしれない。でもまだ手遅れじゃない。やり直しは効くはずだ。やり直す？アメリカ行きも断ったんでしょ。抗ウイルス剤を使えばやり直すも何も、あなたは全てを失うのよ。私は君も失うのか。洗いざらいぶちまけてしまって、これからどうやって一緒にいられるのよ。愛はうっすらと泣いていた。その涙の意味が大沢には理解できなかった。ただもう一緒にはいられないということは実感として分かった。大沢は立ち上がると愛を残して家に戻った。なんか話が辛い方向に入ってきたな。裏口からガレージに回って車に乗り込む。シートベルトを締めると大きく深呼吸をした。脳裏には幼いマリアの姿が浮かんでいた。マリアはあの公園で雨にずぶ濡れになって佇んでいる。
泣きべそをかきながら大沢を待っている。いや、今こそ行ってあげる時ですよ。待っているマリア、今度は必ず迎えに行く。そうだ、全てを失うために研究所に行くわけではない。手のひらからこぼしてきたものを拾い集めるために行くのだ。大沢健一かっこいいよ。大沢の運転する車は研究所に向かって走り出した。ああ、いい写真だな。今日一日の終わりを告げるかのように眩しい太陽がビルの間に沈みつつあった。トゥビーコンティニューかな。エンドってことはもう大沢が進むことはないってことか。オブヒズヒストリー&あ、これじゃあもうこれどんどん減っていく感じなんかな。だろうね多分。誰行こうかな。まあいいや、あっちで行っか。あら、ジャンプしたのはこっからか。それじゃあ私、父に連絡しておきます。瞳は大沢健二の携帯に電話をかけ、マリアとカナンが研究所へ入れるように頼んだ。いいのか。カノはカナンに耳打ちをした。何が。君の目的はアルファルドだ。本当は研究所に行くよりも今はマリアを助けたい、それだけだ。相変わらず機械のようにそっけなかったが、その瞳には強い決意の光が宿っていた。カナンにとってマリアは本当に特別な存在なのだろう。分かった、アルファルドの確保は任せろ。カノは自分の胸板を叩いた。あんまり頼りにならないんだよな。気持ちが熱くなるのが分かった。随分と回り目中した。大事なものを失いそうになった。諦めようと思ったこともあった。それでもとうとうここまでたどり着いた。相手は国際的テロリストだ。どう考えても一階の刑事の手に余る。だけど俺はやる。ルミン、ルミンのお父さん、笹山さん、そして立野さん、俺は必ずアルファードを確保し、大沢マリアの命を救ってみせる。心の中で大きく声に出すと体中の血が熱くたぎった。頼むぜ。ああ、彼はトゥービーコンティニューか。ああ、なんかどんどん主人公が減っていくのなんか悲しいな。最終的に誰が残るんやろ。やっぱ可能かな。よいしょ。入り口のそばに見覚えのない男が青い顔して立っていた。来るな。近づこうとするアチたちをカナンが制した。マリアは意識を失っているようだ。胸騒ぎがした。部屋の中が不気味に静まり返る。数秒の間誰もが口を聞かず、ただじっとマリアの姿を見つめていた。やがてカナンがゆっくりと顔を上げ、蒼白な顔でつぶやいた。始まったのか。ああ、どんどん終わっていく。これで辞書かな。全員終わったよね多分。うわ、なんか大沢さん終わったんちょっと寂しいな。あれ終わってなかったぞ。あれ終わった？終わって、あれ？あら？え？あなた終わってたでしょ？え、なんか、締まらない終わり方やな。嫌やな、なんか。富山は眉間にしわを寄せてうなった。懸命に思い出そうとしているようだ。いやー、違うな。田中、チタンだ。それはない。いや違うな。その時店内のテレビでもう分かってんだよ。よし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 よいしょ。まだ飛べるかな。あ、もう終わるんだよ。よいしょ。記憶のたまり場は浦原塾だ。走って向かっていたら取材時間がなくなってしまう。俺がここでエンドを選んだまま放置したからだよね多分。
しかしなぜか道路が大渋滞し、タクシーを拾うこともできなかった。君いつまでこうやって走るつもりだ。片山がうんざりした声を出す。道路を見ればわかるだろう、同じ渋滞じゃタクシーに乗っても意味がない。さすがのみのりかも焦ってきた。とにかく道路が空いてるところまで走るぞ。片山が嫌そうな声を上げた。うるさい、あなたは黙ってついてくればいいんだ。せっかく富山がやる気を取り戻したのだ、なんとか来月号発行しなければならない。どこまで走っても道路は詰まっている。とてもタクシーを拾えるのような状態ではない。絶望感が次第に膨らんでいくが、それでも車輪無に走るしかなかった。しかし精神力で肉体に疲労を抑え込むのも限界がある。キャッ、パソコン大丈夫かな、あのわけわからんぐらい派手なパソコン。すごい趣味の持ち主だよ。千秋が歩道橋で足を滑らせた。派手に転んだようで膝から血を流している。おい君、いい加減にしたまえ、彼女がかわいそうだろ。片山が千秋の元に駆け寄った。ごめんなさい皆さん、私。千秋は半べそをかいている。確かにこの状態でパソコンを抱えて裏原宿まで走るのはここかもしれない。とはいえまだインタビュー原稿のチェックは残っている。ここで千秋を置いてはいけない。みのりかはその前に立ちつくんだ。走って向かっても間に合わない。道路は渋滞でどうしようもない。残り時間ジャスト1時間。片山が懐中時計を見ながらつぶやく。くそ、どうすりゃいいんだ。この状況でも時間のこと言ってくるこいつ性格悪いな。じわじわと土俵際に追い詰められつつあった。終わったかな。ごめん、なんか同じキャラの繰り返しでエンディングを迎えてしまったことを深く反省しに参りました。次が18時19時。ああ3人になった、ごめんな、すずね。どんどんうわばらまかれた。今やばいやついたな。やめて、みのさんが死んじゃう。やっと会えたな、アルファルド。おー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 、お前また取り返しのつかないことをすることになる。わー、おー、18時20時2時間もあるぞ。盛り上がってきたぜ。いや、ほんと長いんだけどね。長いんだけど楽しいよ、このゲームは。やるぜ、みのりかわ。せっかくみのりかわで終わったんやから、みのりかわから始めよう。千秋、頑張れ、頑張ってくれ。みのりかわは千秋の元に駆け寄り、手を差し出した。もういいでしょ、いくら頑張ってももう間に合わない。冷めた口調で片山が言う。だいたい噂の大将が出なかったからって困るのは遠山さんぐらいでしょう。いや、あんな三流ゴシップ誌なんてなくなった方が世のためだと思いますけどね。お前ほんと性格悪いやん。うるさい、千秋は怒鳴った。千秋かよ。私も困るの、噂の大将が出なかったら私も困るのよ。だって来月号には私が書いた原稿が載るんだもん。最後まで諦めないで一生懸命に書き切って、美乃さんに認めてもらった原稿が載るんだもん。亡くなったら私が困るのよ。千秋は足をふらつかせながら懸命に立ち上がろうとする。千秋君、君の熱意は素晴らしい、感動に値します。けれど仕事というのは結果が全て。悲しいかな、これ社会の常識。お前一回殴られろ。片山は懐中時計をチラリと見た。残り時間57分10秒。この調子じゃ取材現場にはたどり着けませんね。考慮の時間を伸ばしても結果は同じでしたと。クソ、みのりかは歯ぎしりした。千秋とここで別れて一人で KOK の取材をしに行こうかとも考えた。 KOK の記事を増やし、千秋のインタビュー記事の分を埋めればな、とりあえず体裁は整う。今一番優先すべきことは遠山のために雑誌を出すことなのだ。しかしここまで来て千秋の原稿を切ってしまえば、彼女はライターへの情熱を失ってしまうかもしれない。ダメだ、迷うな。市場に駆られてはプロとは言えない。千秋の思いは後でフォローすればいい。千秋、もういい。千秋はフラフラになりながらも歩道橋の階段を登っていった。諦めない、諦めるもんか。自分を励ましながら懸命に足を動かしている。言えない、必死な千秋の姿を見ているとお前の記事はいらないとは言えなかった。今月の噂の大将を出すことは遠山を救うだけでなく千秋を救うことでもあるのだ。どちらかを切り捨てるなんてできない。
それならどうすればいい？一体どうすればいいんだ？どっちつかずに参っていればすぐにタイムアップとなる。しかしいくら考えても何も案が浮かんでこない。その時背後から声がした。数道に参った時こそ私のタクシーに乗ってください。いいタイミングで出てくるね。君塚さん登場の仕方よ振り返ると君塚が立っていた。かっこよすぎるやろお客さん、どちらまで？控えめながらも自信に満ちた声だった。君塚さん、気持ちは嬉しいけどこの渋滞じゃ。渋滞？私にはそうは見えませんが。いや、しかし君塚の実力は十分に承知していたが、それでもこの渋滞を抜けるのは困難に思えた。この街を知り尽くしている私に行けない場所などありませんぜ。わかった、あんたを信じるぜ。これが今日最後の頼みだ。塗り川はズバッと君塚を指さしていった。裏原宿、ここでミスったらもう最悪やな。裏原な乙女心を頼む。何言ってんの選びたくて仕方ないわ。うわぁ、裏原宿のインフェルノで頼むが正解なんだけどな。裏原な乙女心を頼む。一回言っていい？裏原な乙女心を頼む。え？君塚が目を丸くした。悪いが急いでるんだ。何度も言わせないでくれ。ああ、はい。頼む。わかりました。では行きます。君塚、息を整え、真剣な目をした。言いたい。言えない。今日こそあって思うんだけど、目を合わせれば冷たいそぶり。一人さまよう恋の迷い道。どうして素直になれないの？振り向いて、いいえ、振り向かないで。もしも気持ちを伝えたら、その時私たちはどうなるの？きっと引き返せないディスタンス。壊したい、壊したくない。怒ったふりしてごめんね。離れたい、離れられない。電話なんてできません。忘れたい、忘れられない。半年前のあの日のことが、あんな些細な出来事が、今の私の宝物。言いたい、言えない。言ったら言っても、行きつ戻りつつ、波打ち際の貝のごとく。友達以上恋人未満、恋人未満友達以上。君塚さん、悪かった。浦原宿のインフェルノ前頼む。かしこまりました。選んでよかった。今の君塚さんが言ってると思ったらなんかちょっとキュンってなるわ。みのり川たちがタクシーに乗れない。君塚は渋谷の裏道を爆走した。タイヤがきしむ音とともに後部座席が激しく揺れる。むちゃくちゃにも程がありますね。日本でこんな非常識な運転が許されるなんて。片山がドアのガラスに頭をぶつけながらつぶやく。そんな状況だというのに千秋は必死に原稿と格闘していた。酔うで。カチャカチャとキーボードを叩く音が車内に響く。千秋、どうだ？もうちょっとです。真剣な顔してモニターを見つめている。ところでお客さん、あのバーに何の用があるんですか？君塚はちらりと緑川を見た。ちょっと取材でね。KOK という連中のたまり場になってるらしいんだ。 KOK に取材ですか？あんまり関わりにならない方がいいと思いますけど。どこのなく君塚の態度がおかしかった、タクシー運転手の情報網は KOK の動向も掴んでるのか？もともとは自警団みたいな集まりだったんですよ。でも最近は悪い噂ばかりが耳に入ってきますね。サラ金の連中も似たようなことを言っていた。これは相当な覚悟を決めなくてはならないようだ。そんな連中相手にどうやって取材をするんです？片山が口を挟んできた。お前のそのピンってなってる髪の毛どうにかならんの？お前に心配されるまでもない。もちろん策はある。ほう、その策とは？秘密だ。ピシャリと言うと片山はバカにするような意味を浮かべた。どうせ大した策ではないと思っているんだろう。みのり川は隣の千秋を見た。原稿に集中していてこちらの話は聞こえていないようだ。いくら仕事とはいえそこまでしなくてはならないんですか？君塚が不安そうな声を出す。そこまでするさ。みのり川の脳裏には遠山の顔が浮かんでいた。せっかく遠山がやる気を取り戻したのだ。絶対にヘブン出版を潰すわけにはいかない。まだまだ遠山には高い壁でいてもらわないとライターをやっていても張りがなくなる。ものすごい真剣で男らしいのに、どうしてこんなに道徳がないんだろうな、この人は。思えばずっと遠山の背中を追いかけてきた。憎たらしいと思いながらも彼は目標とすべき先輩でもあった。だから名付けない遠山の姿は見たくなかった。
いつでもどこでもどんな時でも折れるよう貫き通してほしい。もっともそんな思いを口にすることは一生ないだろう。照れくさいし格好が悪い。仕事として引き受けた以上は 100% ベストを尽くす。それがプロってものさ。あんたもそう思うだろ。思いますね。ただその 100% というのは限られた時間の中で発揮するものです。残り時間は51分30秒。考慮時間には一切の変更なし。そこのところはよろしく。時計を見せながらさっぱりとした口調で言った。その時計をぶち壊したい気分だ。時計を壊しても時間は止まりません。頭に来て思い切りにらみつけたが、片山は平然とした様子を崩さない。腹立つなこいつ。このマイペース人間をギャフンで言わせるにはきっちり時間通りに考慮するしかないようだ。しかしだ、残り時間51分のうち記事を書く時間として30分は欲しい。となると実質は20分程度しか残っていない。君塚の運転するタクシーが急ブレーキをかけて止まった。みのりかわが驚いて前を見るとワンボックスのワゴンが蛇行している。おいおい、あの車こっちに向かってくるぞ。大丈夫、任せてください。君塚は冷静なハンドルさばきでワゴンを避けた。劇団名店士、ワゴンとすれ違う時何やら冷たい風が吹いた。運転しているのは劇団名店士のメンバーたち。公園で使用したドライアイスを製造するマシンを遠藤電機店に返しに行くところ、ドライアイスマシンは故障していて二酸化炭素の白煙をどんどん吐き出す。車に乗っている劇団チンたちは酸欠寸前、意識が朦朧とした状態になりながら渋谷を迷走中。果たして彼らは遠藤電機店にたどり着けるのか。死ぬよ。いろんな意味で、なんかいろんな方向から死ぬよ。なんだあれ。さあとにかく先を急ぎます。君塚は素早くシフトレバーを操作し、アクセルを思い切り踏み込んだ。まあ警察も今タクシーしょっぴいてる場合じゃないだろうからね、ある程度は多めに見てくれそうやけど。ここです、お客さん。インフェルノ。目の前には寂れたプールバーがあった。どうやら目的地に着いたようだ。助かったぜ。緑川は君塚の肩を叩いた。くれぐれも気をつけて。君塚が心配そうに言うと、みのりかは小さくうなずいた。え、何に気をつけるんですか。ようやく千秋が話に加わってきた。何でもない。それより千秋は車の中で待っていろ。まだ原稿が書き終わっていないんだろう。はい、わかりました。千秋は少し不満そうな顔をしたが、すぐにまたキーボードを叩き始めた。あんたもここで待ってろ。片山にも言った。当然です、言われるまでもありません。ちなみに残り時間は49分6秒。みのりかは頭の中で自分の残り時間に置き換えた。30分引いて残りは19分。どんなに相手が危険であっても迷ってる時間はもう1秒だってない。覚悟を決めてタクシーを降りると、プールバーに向かって歩き出した。ふう。薄汚れたドアの前に立つと大きく深呼吸をした。よし、気合を入れると思い切りドアを足で蹴り破った。よくこんなとこに喧嘩売りに行けるな。その大きな音で店内にいた男たちが一斉に振り返った。だてめえ、勝ち込みかなんかかと思われるやろ。何人かの男がこちらに詰め寄ってきた。落ち着いて聞け、俺は取材をしに来た。取材？んだそりゃ。血の気の多そうな連中が絡んでくる。早速殴られてもおかしくない雰囲気になった。ちょっと待て。店の一番奥からリーダー格のような男が声を発した。おそらくこいつが進むなのだろう。取材ってテレビ？それとも雑誌？そもそもあんた誰？俺は緑川だ、ライターをしている。今回は雑誌の取材で、テーマは渋谷の若者事情だ。まあいくつか俺の質問に答えてくれればいい。答え、前の時間の理科クイズの答え、メタン。メタンは化石燃料や原子力に関わる新しいエネルギーの資源の一つとして期待されているが、一方で地球温暖化を促進されると危惧されてもいる。非常に発火しやすく、生ゴミから出るメタンでゴミ収集車が火事になることもある。ああもう前の問題忘れたわ。めんどくさそうに言った。5分でいいんだ、取材を受けてくれないか。いやだ、今気分が悪いんだ、帰ってくれ。すまん、そっけなく言い放つ。もともと素直に取材を受けてもらえるとは思っていない。こっからが本当の勝負だ。だったら勝手に書かせてもらうぜ。意味ありげにつぶやくと、スムが視線を向けた。書くって何よ。
倉庫荒らしの手口だよ。倉庫荒らし？何の話だ。数の前が釣り上がった。あいつらあのワゴン爆発した現場にいたやつやな。ソファーに座ってるやつ。お前メンバーが盗難品売りさばいてるの知らないのか。慶応ケア盗みはやらねえ。適当なこと言ってんじゃねえよ。だったらあそこにいる二人に聞いたらどうだ。売り上がったーい。そこには爆発現場で喧嘩をしていた二人がいた。二人はやばいっていう顔する。本当か。すまん。二人を睨みつける。男たちは何も答えずに目をそらした。本当に盗みをしたのかって聞いてんだ。もうごまかせないと思ったのか男たちは小さくうなずいた。ぶん殴るー。バカ野郎。スムはいきなり二人を殴りつけた。慶応系の顔に泥塗りやがって、さらに連続してパンチを叩き込む。よし、暴力はそこまで。ヌリカはビシッと指さした。おられるぞ、そろそろ。ここは取引と行こうじゃないか。スムに向かって叫んだ。俺は倉庫荒らしをばらさない。その代わりお前たち合わせ俺の取材に応じる。どうだ、悪くない条件だぞ。が、スムはまだ二人を殴り続けていて、まるで話を聞いていない。おいおい、頭に来て殴るだけじゃ誰もついてこないぜ。なんだと？一目見てわかった。お前はトップに立つ器じゃない。その一言で、スムの拳がピタリと止まった。ざわついていた店内までも急に静まり返る。もう一遍言ってみろ。殺すぞ。じばした目でスムが凄む。それでも祈りかはひるむことなく鼻で笑った。この人の度胸どうなってるん？そのセリフ、弱いやつほど口にするよな。うるせえ。とっとと帰れ。笑わせるぜ。キャンキャン泣く犬が KOK のトップとはな。徹底的に挑発するとスムは鬼のような形相になった。てめえ、ぶっ殺してやる。スムが殺意をむき出しにした時だった。皆さん、できました。タイミング。息兼用かな？息健康。意気込みが盛んな様、元気ない様子。意気健康と書くのは間違い。そんな人いないか。さすがにな。千秋？健康できました。早く読んでください。空気読め。千秋はパソコンを突き出した。なんだてめえは。進むが目を向く。KOK の皆さんに取材していたのでは。恐る恐る千秋が言う。俺がそうだ。男たちが徐々に取り囲んでくる。でもなんかとても怒ってるように見えるんですけど。ようにじゃない、完全に怒ってるんだ。やれやれ、これではとてもじゃないが取材なんて無理ですね。ちなみに残り時間は。あんたは黙ってろ。時計を見ようとした片山にピシャリと言った。ここは俺に任せて今すぐ出ていけ。嫌です。どうして。私、原稿を読んでもらいたいんです、美乃さんに。千秋はまっすぐな目で見つめてきた。難しいな。まあでも千秋、何かさすがにこんなに空気が読めない子ではないと思うんだよね。何か意味があってやってるんじゃないかとは思うんだけど、ここは B かな。こうなったら仕方がない。取材は後回しにして千秋の原稿を読もう。わかった、パソコン貸してみろ。みのりかは手を伸ばして千秋に歩み寄った。おっと、みのりかより早く KOK の連中が千秋たちを取り囲んだ。何、こいつ大事なもんなの。連中の一人が千秋のパソコンに手をかけた。やめて、触らないで。千秋は激しく抵抗した。よせ、このクズどもが。みのりかが一喝すると男たちが動きを止めた。てめえ、クズって言いやがったな。自覚ないの。すぐさまスムが反応した。女に手を挙げるなんて男のクズだろうが。そんなにやるときは俺だけをやれ。その子には手を出すな。さっきだった目を一つ一つ跳ね返しながらミノリカワが叫んだ。上等だ。おい、誰か店の前見張ってろ。スムが指をパキパキと鳴らした。やれ。スムの合図で男たちが一気になだれ込んできた。ああ、まるで津波に飲み込まれるようだった。普通に選択肢間違ったかな。顔面に鈍い衝撃が走り、視界がぐらりと揺れる。すぐさま続けて2発3発蹴りや拳が飛んできた。一人が殴りつかれてくると今度は別の男が襲いかかる。4発5発6発、
殴られた数を覚えていたのは30発くらいまでだった。口の中は鉄の足でいっぱいになり、少しずつ意識が薄れていく。全身から力が抜けていく。自分が立っているのか寝ているのかわからない。とうとう緑川は床に倒れ込んだ。ごめん美濃さん。それでも男たちは手を休めない。横たわった緑川の腹を何発も蹴り上げる。やめて、美濃さんが死んじゃう。千秋の絶叫が遠くで聞こえた。君のせいでもあるからな。そう、ミスったか。なんか深読みしすぎたな。とうとう緑川はぐったりして動かなくなった。男たちは我に返ったようにその場から慌てて離れていった。やべ、ちょっとやりすぎたか。一人の男はボソリとつぶやいた。美濃さん。千秋は泣きながら駆け寄った。お願い、返事をして。一生懸命に声をかける。いくら千秋が揺さぶっても緑川はピクリとも動かない。美濃さん。千秋の目にバッと涙が溢れ出した。心配するな。千秋を制止するように緑川は片手を挙げた。顔赤黒く腫らし、口からは血を流している。鬼気迫る表情で男たちを見渡すと、緑川はフラフラと立ち上がった。わっ、あ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 っ、え、進んだ。緑川はいきなりバカでかい声で笑い始めた。美濃さん。千秋が驚く。わっ、あ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 っ。緑川はなおも笑い続ける。打ちどころが悪かったんでしょうね。かわいそうに。見ていられないと片山は目を背けた。お前通報ぐらいしろよ。わっ、あ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 っ。ひとしきり大笑いしたら緑川はビシッと男たちを指さした。この勝負、俺の勝ちだ。は、は？進むは呆れた顔をする。わからないか。わからないだろうな、お前らの頭では。じゃ、これにて失礼。そうか。緑川が出口へ向かおうとした時、片山が指をパチンと鳴らした。君は初めから連中に殴られるつもりだったんだな。ギクッと緑川の肩が小さく震えた。どうせ取材は断られるに決まっている。ならば殴られたことをネタにして記事に書くという寸法か。多少やらせっぽいが、ページを埋めるためにはそんな作戦しかなかったのだろう。緑川の顔から冷や汗が流れた。それでも片山は余計な解説を続ける。めっちゃいらんことするやん。連中はまんまと騙されたわけだ。となると記事の見出しはどんなものになる。渋谷伝説のチームの黄昏、今ではただのプチ暴力団という感じか。進が険しい顔で緑川たちを睨んだ。んなもん書いてみろ。マジでぶっ殺す。まあ事実だからね。その手には割れたビール瓶が握られている。このバカ、もうちょっとでうまくいったのに。緑川が片山に怒声を浴びせた。残念でしたね。残念でしたじゃない。進がビール瓶を手ににじり寄ってきた。え、結局バッテンドなん。ごちゃごちゃ言ってんじゃねえよ。ちなみに残り40分7秒です。頑張れ。腹立つ。片山はなおも冷徹に時間をカウントする。もはや万事休すか。万事休す。なすすべがない様子。万策が尽きて打つ手がない。どうしようもない時に用いる。万事休す。万事休すなどと書くのは間違い。こっちはありがち。万事休すってあの難しい方書くかね。みのりかはがっくりとこうだれた。いい加減にしねえか。もうそんなもんで十分だろ。君塚さん。かっこよすぎる。店内に入ってきたのは君塚だった。サングラスの奥にある瞳で睨みを利かす。途端に一部の男たちが静かになった。訳ありかこの人。緑川たち3人は顔を見合わせた。あ、あんた。進がバツの悪そうな顔をする。君塚はおどけるような、それでいて威圧感のある口調で言った。おい、あんたはないだろう。先生に向かって。先生、先生。みのりかはすっとんきょうな声を上げた。君塚は恥ずかしそうに視線を落とした。私、去年まで教師をしていたんです。学校と揉めて辞めちまいましたがね。ここにいる何人かはかつての教え子なんです。すみません、ろくでもない連中で。そうだったんですか。もう私はこいつらの教師じゃないから偉そうに顔を突っ込みたくはなかったんです。でもこれ以上お客さんが殴られるのを黙って見てるわけには。
君塚は進むのかをまっすぐ見据えた。まさかの展開。お前たちはこの人にまんまと乗せられたってわけだ。進は悔しそうに唇を噛んだ。だけどな、これだけの人数に好きなだけ殴られてもいいなんてなかなか思えるもんじゃない。そういう意味ではお前たちが騙されたのも仕方がないな。口調がタクシーの運転手から教師に変わった気がする。お前たちの負けだよ。負けた以上はこの人の取材に協力してやれ。それでも進は釈然としない顔をしている。なんだよお前、俺の顔を立てると思って協力してくれよ。今日はこの人に随分と稼がせてもらったんだ。君塚は人懐っこい笑みを浮かべた。そういうことなら分かりましたよ。スムは仕方なさそうに答えた。スムさん、それじゃあ示しがつかねえよ。いたの？いたんや。凶悪そうな顔した男が不満そうな声を上げた。どうも見覚えがあると思えば、昼間角材を持って絡んできた男だった。ギリュ、お前は黙ってろ。そんなこっちゃ KOK が舐められるって。スムはムッとした顔した。それで渋谷がまとめられると思ってんすか。うるせえ、俺が分かったって言ってんだ。頭ごなしに怒鳴りつけるとキリュウは小さく舌打ちをした。こいつまだなんか企んでんな。はい、こんなもんで終わっとこうかな今回。また次回この続きからやっていきたいと思いますので、また次回続きを見てくれると嬉しいです。それではまたね。